本音を押し殺すこと以外、そしてやりたいことを我慢すること以外にも選択肢はある。それをどうしてもあなたに伝えたい。だからマイクを持ってるね。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかち。今日も来てくれてありがとうございます。はい、おかち先生に質問です。なんで本音で生きないといけないんですか？逆にあなたに質問です。本音で生きへんのに何のために生きるの？社会人になってすぐ本当の自分を出すことを禁止された。思ってることは言わない、やりたいことを我慢する、黙って先輩の言うことを聞く、それが社会人になること、大人になること、そう教わった。そりゃそうですよ。医薬品の情報を提供するのが俺の仕事。お客様は科学的な情報を求めている。俺の考え、俺の気持ち、俺のメッセージなんてはっきり言ってどうでもいいこと思った。この世界で、この社会で成功するためには本音を隠さなあかん。空気を読んで期待に応えて一番にならないとこの世界では生きていけ、いかれへん。だから3年間自分を作った。印象をよく見せるためにオーダーメイドのスーツを買って、いつも爽やかなショートカット、明るく元気よく笑顔の練習もした。鏡の前で口角を上げる、そんな練習。たくさんの本を読んでありとあらゆるスキルを身につけた。このレールで負けないために。その結果営業成績で和歌山でトップになった。褒めてくれた、認めてくれた、頑張ったなって声かけてくれた。そして給料も上がって出世もした。嬉しかった。でもまた来年も一番取らないと居場所がなくなる。そっちの方が強かった。いつまでこれを続けるの？まさか死ぬまで。真っ暗やった。先が見えへん。いや、暗いというか真っ黒。光もないし色もないし、どうしたらいいかわからん。何したらいいかわからん。食欲もないし、今まで楽しかったダンスもやりたくない。新聞も読みたくない。朝早く起きるけど、そのままスーツを着て仕事行く。そんなんできへん。寝られへんし、意欲がない。何もかもなかった。体に力が入らへん。心が動かへん。うつ病でした。何もやりたくなかった。はっきり言って何も本当にできなかった。そして営業成績が落ちた。その時に人生で初めて考えた。何のために生きてるんやろうって。今までそんなこと考えたこともなかった。考える必要なんかなかった。このレールに乗ってたら幸せになれるってそう信じてたから。でもそのレールの先に幸せはないと思ったから考えざるを得なかった。そこで理由を見つけないと。死ななければならなかった。命がなかったから必死で探したよ。自分で考えて見つけようとして、本読んで、いろんな人と話して、そして見つかった。それがあるがままの自分を表現して世界を変える。本音で生きることが生きる理由であり、生きる目的であり、生きる喜び、それに気づいた。そこから力が戻ってきた。光が戻ってきた。改めてあなたに問いたい。本音で生きへんのに何のために生きるの？生きる意味あるの？自分の心が求めていない、それをやり続けたその先に一体何があるの？
もしあなたが周りのことも大事にして自分のことも大切にしたい、そして自分らしく輝いて生きていきたい、そういうふうに願ってるんやったら、このチャンネルはあなたのために存在する。ここでは毎日あなたがあなたらしく生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介してる。本音を押し殺すこと以外、そしてやりたいことを我慢すること以外にも選択肢はある。それをどうしてもあなたに伝えたい、だからマイクを持ってるね。これまで俺はアメリカの大学院で自己発揮するためのライフスキル教育を学び、1万人以上の方に本音で生きるための教育を教えてきた。その経験を通じて言えること、それは本音で生きるは誰でもいつからでも始められる、身につけられる技術やね、技術やね、技術なんだよ。才能なんかいらんねん。そしてあなたが本音で生きることができたら、あなたの生まれ持った魅力とか才能、そして専門スキル知識をあなたのその世界で発揮できる。やりたいことを見つけて、そして最高の自分を表現して、毎日が楽しくなる、夢中になって生きられる、そしてあなたが最高のあなたになる、そういうふうに確信してる、信じてる。だから今日もマイク持ってる。俺はあなたがあなたらしく生きる、自分の本音を選択して自分らしく輝くことを心の底から応援したい。だから少しでもこのメッセージに共感、そして共鳴してもらえたら、チャンネル登録ボタンをポチッと押してほしい。そして毎日ライフスキルを紹介するから、ここで一緒に学んでいこう。そしてあなたの声を聞かせてほしい、本当の声を聞かせてほしい。すべての人が本音を選択してやりたいことを見つけて自分らしく輝いていったら、この世界はもっと良くなる、そういうふうに信じてる。だからこれをやっていきたい。これからもよろしくお願いします。おかち。 See you.